歌舞伎俳優の市川團十郎さんが3月27日朝自身のブログを更新、公演先の秋田での朝を綴った。この日團十郎さんは朝ランニングと称して秋田でのランニングの様子を写真で公開。秋田の朝も寒いです。でもやっぱり北海道ほどではないかなと、当たり前だけど北の方が寒いこと実感してると綴り、その後以前来た時は立てていたかなと題して、出来上がったんだなとぼんやり見てたら、今日の劇場だったの巻一人で笑いましたと記した。この投稿にファンの方からは、あはは、ソールドアウトの文字が眩しい、皆様待っていてくださったのでしょうね、あはは、一足先に来ちゃいましたね、完成したばかりの新しい場所、素敵な舞台にしてくださいなどと多くのコメントが寄せられていました。今日も秋田での舞台頑張ります、皆様よろしくお願いいたします。市川團十郎白猿。